異常な執着心を持つことが必要なのです。弥生です。今回もよろしくお願いします。成り上がるために必要な意外なポイントを昨年大河ドラマ麒麟が来るでも登場した斎藤道三の歴史から紹介します。時代は約500年前とかなり昔ですが、戦国時代は下克上で様々な人間が成り上がった時代。そんな激動の時代で成り上がった彼らには現代のビジネスにおいても成り上がるヒントがたくさん隠されているのです。今回はその中でも斎藤道三の物語からあなたのビジネスのヒントを得ていただきたいと思います。このチャンネルでは物語企業をテーマに、自分らしく生きるため人生を逆転し自分の物語からビジネスで稼ぐヒントを発信しております。興味のある方はチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。斎藤道三のように成り上がるためのポイント、それは成り上がることに異常な執着心を持つことです。成り上がることに執着心を持つことなんて成功者として当たり前のことだと思われるかもしれませんが、この斎藤道三、出世に対する執着心が異常じゃありません。自分が成り上がるためには主君であろうと恩人であろうと、とにかく周囲の人間を裏切りまくります。そんな道三、はじめは武将とは程遠い僧侶として生活をしており、20代の頃に還俗して油売りとなりました。そして油を売る際に行っていた油入れを行わずに一文銭の穴に油を通して注ぐというパフォーマンスが大受けし、通りかかった武士にそういった技を武道に注げばいい武士になれるのにと言われます。普通の商人なら武士の言葉に喜んで終わりそうですが、道三はこれを自分も武将になれるチャンスではと考えます。そしてなんと本当に油売りをやめて武芸を磨き、その腕を認められて身の仕事騎士に仕える、長井氏へと仕えることとなるのです。運が良かっただけと思われるかもしれませんが、通りかかった武士の言葉を自分の成り上がるチャンスだと捉えた道三の考えが導き出した結果です。そうして武士の道へと足を踏み入れた道三、ここから美濃のマムシと呼ばれるようになった彼の歴史が幕を開けます。まず道三は自分が成り上がるチャンスがどこにあるのか考えました。そして時家の兄弟関係に目をつけるのです。戦国時代あるあるの父が弟のことを可愛がり、兄と弟の仲がこじれるパターン。時家もまさにその状態でした。道三は時家の次男であった時頼明に取り入り、頼明から信頼を増す。しかし父正頼が頼明側についたにもかかわらず、長男正頼との合戦に頼明は敗北。このまま正頼が父の後を継ぎ美濃の守護になるのかと思えば、道三がそうはさせません。なんともう一度正頼との間に戦を挑み勝利を収めるのです。もし頼明が負けた時点で諦めていれば、道三が成り上がるチャンスもなくなっていましたが、成り上がりに執着する男道三は諦めなかったのです。自分と仲がいい頼明が美濃を守護となったことで自分の武士としての位も上がった道三ですが、彼はさらに成り上がるチャンスはどこにあるのかと考えます。そしてなんと頼明からの信頼を独り占めして出世するために、自分が頼明と仲が良くなったきっかけでもある永井長広を妻と共に殺害するのです。さらにそのまま永井家の後をちゃっかり継ぎます。いくら自分が成り上がりたいからといって恩人だけでなくその家族ごと殺してしまうとは、彼の成り上がりに対する執着の強さがうかがえます。そうして恩人を殺したところでさらに武士としての位を上げた道三でしたが、彼の出世への野望は収まりません。その道三の野望はとうとう主君として仕えてきた頼明へと向けられます。なんと道三は頼明の弟である頼光を毒殺してしまうのです。いくら自分が出世するためとはいえ、自分の主君が可愛がっている弟を毒殺するとは正気の沙汰ではありません。この事態に頼明はもちろん怒り、二人の間で戦が勃発します。頼明は織田信秀と朝倉孝景に講演を求めました。もともと美濃を狙っていた織田信秀はここぞとばかりに斎藤道三の元へと出陣します。しかし難攻不落と名高い稲葉山城に立てこもっている斎藤道三をなかなか攻めることができません。そうこうしているうちに辺りは暗くなり、織田軍が稲葉山城から軍を引き上げようとすると、なんとそこに斎藤道三率いる兵が一気に流れ込んできたのです。この戦況に不利だと判断した織田信秀は慌てて引き返すのですが、この戦で多くの兵を失ってしまいます。
いつかは自分のものにしようと狙っていた美濃の国でしたが、斎藤道三に多くの兵を奪われてしまい、泣く泣く和睦することに。そしてその時に斎藤道三は自分の娘である貴重を織田信秀の長男である織田信長へと嫁がせるのです。頼明の後援であった織田信秀と斎藤道三が和睦したことにより、後ろ盾をなくした頼秀は美濃の国を後にすることに。斎藤道三はとうとう油売り職人から美濃の国の守護となったのでした。このように道三が一国の主となるまでに、彼は成り上がることに対して異常な執着心を持っていました。普通の人間が持つような出世に対する執着心では、さすがに恩人である本人とその家族を殺害したり、主君を国から追い出すようなことは到底できません。彼の成り上がりに対する異常な執着心が、ただの商人から一国の主へと成り上がらせたのです。このようなことから、成り上がるためには成り上がることに対して異常な執着心を持つことが必要なのです。今回は斎藤道三についてですが、ぜひこの斎藤道三の成り上がりに対して異常に執着する部分を、あなたの物語起業に生かしていただければ嬉しいです。ご自身の体験談や気づきをよかったらコメントしてみてくださいね。具体的に無料で学べる会員サイトをあなたに無料でプレゼントしておりますので、ぜひよかったらですね、そちらに登録してご覧になっていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。